きなさい。これは痛いよ。
きなさい。ものを売っててめんそう、あら、それはいけ。そうすれば買いすぎも止められる。はあ、うん、じゃあ。ふう、だいぶ巡ったわ。ねえ、そこの君、美人さんだね。かっこいいお兄さん、ごめんなさいね。だから声をかけるなら。そうか。おお。そうね、そこら辺によくいる。てっ厳しい。ええー、よく声をかけられるのよ。いやいや違いますよ。せっ、こら、ルルアちゃん、師匠。いやいや、からかってなんていませんって。でも綺麗だなっていつも思ってるんですよ。帰るわよルルアちゃん。あれ、師匠顔が真っ赤だ。そんなに恥ずかしかったのかな。あれ、うん、そのせいでしょ。よし、いいの。それに私だ、ルルアちゃん。なんていい子なのか。目的目的っと。だってそうでしょ。リーザ姉は美人で優しいけど、お腹だけはほん。アーキュリス大食い大会不動の王者、天使の笑顔と悪魔の胃袋を合わせ持つとは。だってだって、おい、だからついつい手が伸びちゃう。まあ冷めてるわけじゃないんだけどさ。ルルッ、じゃあこの食材。それはダメ。これは、え、そんな、ルルアちゃんってば。吹っ飛んじゃえ。大丈夫か。
愛嬌。これでバッチリ。